来週はいよいよ三冠戦、緊急拡大スペシャル第7弾として放送します。抱え上げた、あったあった、エメラルドの正直、あった、抱えた5度目の正直、パワーボム勝つだろうね、かかわった、さあ、あったあった。週刊ゴング増刊号技ブックを20名の方に小橋選手のサイン入りでプレゼントします。ご覧の宛先に住所、氏名、年齢、番組の感想を明記してご応募ください。来週は三冠戦です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。梅雨明けの東京、日本武道館の大観衆は真夏の頂上対決を待ちます。今宵が2度目の防衛戦、チャンピオン三沢、そしてチャレンジャーは三沢戦2連勝の川田、3本のベルトをかけた通算8回目の対戦です。放送席は週刊ゴング竹内さん、そして三沢川田を誰よりも表現できる男、小橋健太選手をお迎えしております。灼熱の闘争を制するのは果たして三沢か川田か。去年の 5.1 東京ドーム、川田が初めて三冠戦で三沢を破った一戦、川田の繰り出した最後の技はパワーボム2連発であった。両者が再び相場見えた今年1月、川田はまたもパワーボムを狙った。あーっと、そのまま落とさない、なんということだ。三沢の切り返しを川田が耐えて垂直落下、この一撃で再び川田が三沢を破ったのである。カウントスリー、沈黙の答えはリングにありました。がしかし、パワーボムを放った瞬間、川田の右腕は骨折、やむなく王座を返上した川田には三沢戦2連勝という結果だけが残った。一方、敗れた三沢はまさかの2連敗、エースの名にかけて今回の戦いは絶対に落とせない一戦といえよう。三冠ヘビー級選手権試合、勝つのは三沢か、それとも川田か。リングの上で吐き出した1月の大阪、2度にわたる三沢越えを果たした川田にリングの神が送ったのは3本のベルトと冷たく白いギプスでした。20年以上に及んで見続けている三沢光晴という分厚い背中、川田の手がそこに触れるとき、なぜか虚しく離れていくのを川田は耐えに耐えてまいりました。日本武道館は万代の川田コールであります。を蓄えている川田俊明、全てを失った丸腰の男が半年の年を経て立つ聖地のリング、それがこの日本武道館。完全復活の扉を開ける鍵はまさに今宵のこのマットの上にあります。さあ、川田俊明がこの日本武道館のブルーのマットに立ちました。そしてその視線を常にまっすぐに受け、正面に立ちはだかるのが三沢光晴。 5.2 東京ドームでベイダーから奪った3本のベルト、そのベルトにより一層の輝きを増すためには今日の試合を乗り越えることが絶対条件。川田との三冠戦は三沢屈辱の2連敗、初対決から6年9ヶ月を経た三沢と川田の三冠戦、過去の結果はすでに全てリセットされています。川田の復活は望むところ、しかし決して川田の踏み台にはなりません。チャンピオン三沢、今リングに立ちました。99サマーアクションシリーズ最終日本武道館大会です。赤コーナー、3本のベルトを束ねる男、チャンピオン三沢光晴、第23代の王者、今宵が2度目の防衛戦。
そして1月22日三沢に勝つもそのベルトを返上した川田、果たして完全復活なるか。リング上では今この三冠選手権試合の認定宣言が読み上げられております。今三沢の手から輝く3本のベルトが一旦本部席に渡されます。そのベルトにちらっと目をやりましたチャレンジャーの川田俊明です。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者250ポンド川田俊明、ベルトこそ復活の証川田俊明。赤コーナー三冠ヘビー級選手権者255ポンド三沢、全てを受け止め、そして勝つ三沢光晴、チャンピオンです。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負です。このブルーのマットにチャレンジャー川田の黄色、そしてチャンピオン三沢の緑、二色にはっきりと分かれた紙テープが何本も投げ込まれました。チャンピオン三沢、今日が2回目の防衛戦、そして三冠王座返り咲きなるか、チャレンジャー川田。距離を取ります。決戦のゴングが鳴りました。チャンピオン三沢、チャレンジャー川田、三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負です。その視線をそらしません。今ファーストコンタクト、力がこもります。リングの中央、チャンピオンの三沢がロープに押し込んでいきます。クリーンにブレイクしました。さて放送席ゲスト解説の小橋さん、はい、小橋さんはこの大阪で行われた三沢対川田も目の前で見ておりました、はい、改めて今日の三沢対川田、どういう試合になりそうでしょうか。そうですね、予想はつかないですよね、うん、はい、やはりこのこういった打撃系の技が多く出てくるんでしょうかね。そうですね、それが主体になってくるんじゃないですかね。なるほどね、はい、さあ今度は三沢エルボー、助走をつけて川田ハイキック、倒れない、エルボー打った、川田もエルボーだ、小刻みエルボー打って三沢にエルボーを打ちます川田。あと三沢打った、フラフラになりました川田です。あ、立ち上がった、ハイキック、顔面ハイキック。竹内さん、はい、ハリノックから激しい攻防になりましたね。まあ、予想通りというか期待通りというか、まさに打撃戦になってきましたね。そうですね、チャンピオン三沢、5月2日東京ドームでベイダーを破りまして第23代の三冠チャンピオンに返り咲きました。しかしその前にベルトを持っていたのはこの川田、川田が三沢からベルトを奪いながらも大阪の試合で右の尺骨、右腕を骨折してしまいまして、そのベルトを返上しております。このところの三冠戦三沢対川田は川田の2連勝です。過去の通算成績で見ますと三冠戦は過去両雄7回行っておりまして、三沢5勝、川田が2勝です。竹内さん、はい、三沢にとっては当然防衛しなければいけない、そして川田にとっては本当の意味での復活のかかる試合ですね。まあ、川田はですね、このやっぱり正直3度目の正直がまさにかかっているわけですよね。そうですね、そういう部分でやっぱり取ってですね、自分で防衛していくことで初めてやっぱり三冠王者の価値が認められるわけですからね、やっぱりそういう面では何が何でも今日は三沢を倒したいのが川田なんです、でしょうね。そうですね、小橋さん、はい、ちょっとその立ち上がりの打撃から少しこっすぐ展開にもありますが、あ、しかしやはりこういう攻防になるんでしょうかね。そうですね、打撃すごいですね。そうですね、はい、あーテルボー今膝から崩れてます、ね、そうですね、実は今果敢にエルボーを打っている三沢なんですけれども、7月17日の後楽園大会で、まあ、右肘から手首にかけまして、長さ15センチ幅3センチにわたって腫れておりました。小林さん、この今のエルボーを見ているとその痛みを感じさせませんね。そうですね、まあ、このこの間のダメージがこの後どういう風に響いてくるかですよね、ええ、
川田にとってはハイキック、そして三沢にとってはなんといってもこのエルボーというのが一つの生命線になってきます。当然その痛みを押しながらの今日の三冠戦ということになります。今年の1月22日チャンピオンの三沢がチャレンジャー川田に敗れるという試合がありました。ただその試合で川田が右の腕を骨折しまして、そのベルトを返上、その後ベイダーがベルトを巻きましたが、5月の2日に東京ドームで三沢がベイダーを破りました。そして放送席ゲストの小橋さんとの初防衛戦を経て今日の2度目の防衛戦に入ってきているわけです。顔面キック、顔面キックのコーナー、立ち上がります三沢、逆水平、胸を出して耐える三沢、重厚感のある、そしてエルボーだ、顔面キック、三沢を通した。竹内さん、はい、開幕戦の後楽園大会もそうだったんですが、はい、やはりエルボーとハイキック、この2つが軸になりますかね。どうしてもやっぱりその攻防になってくるでしょうね。ただ心配なのはやっぱり三沢の肘ですよね。そうですね、その傷の具合がちょっと心配なところではあります。さて今宵2度目の防衛戦に入っている三沢、この三沢の試合前のインタビューをちょっとお聞きください。打撃、ね、技より打撃系が多くなると思うんでね、やっぱりいいの一発もらっちゃうとちょっと動けなくなっちゃいますよね。だから本当にね、一発があるんでね、どっちもいつ決まるかわからないような試合になると思いますんでね、集中力をなくした方が負けるかなっていうものがあると思うんですよね。という試合前の三沢なんですけれども、チャレンジャーの川田はノーコメントでした。竹内さん、はい、やはりその打撃系が多くなるので一発一発に気をつけなければいけない。やっぱり三沢当然この打撃戦をやっぱり計算したわけですね。そうですね、そして三沢川田ともに三冠戦を争ったことのある小橋さん、はい、この三沢のエルボー、川田のハイキック、はい、これがやはり対戦相手にとってとてつもないダメージが残るわけですよね。そうですね、試合が長引いてくれば長引くほどやっぱり後にダメージが残りますよね。とにかくこの三沢の言葉を借りれば、集中力をなくした方が負け、最後まで集中力をいかに切らずにいけるか。そして三沢は試合展開によっては、あの小橋さんを破りましたエメラルドフロージョン、あれを出す機会も当然出てくるだろうということを話しております。立ち上がりの打撃系から少し試合が落ちつつあります。ただ今赤コーナーを背にしている三沢、その胸が徐々に徐々に真っ赤になりつつあります。高校時代からの先輩後輩同士、そういった、おーっと、顎に引く、顎に引く、さあ、クル取った、クル取った、顔面ハイキック、三沢崩れ落ちます、チャンピオンが崩れ落ちます。初子貫徹の川田、あの蹴りは逃げ場がないんで、そうですね、すごく効くんですよね。それから小橋さんね、今シリーズ川田がシングルマッチで高山、そして新崎人生、いずれもその蹴り倒して KO でしたね。そうですね、そのあたりのその川田の強い意志というものを感じるんですけれども、そうですね、はい、もうこの蹴りにかけてるっていうことじゃないですかね。そうですね、今のそのキックのダメージはいかばかりか。ハイキックです、溜めを作りました、あーテルノー、エルノー、打ち合い打ち合い蹴り合い殴り、さあタイガードライバー、タイガードライバー一発目、どうだ、川田返します、早くも出ましたタイガードライバー。小橋さん、早い段階から打ってきましたね。そうですね、びっくりしましたね。そうですね、はい、さあバックに回って今ロープに逃れます川田俊明です。背中にエルボーを振り下ろしました、顔面に小刻みにエルボーを打っていきます。川田をロープに飛ばして自ら飛んだマリアットを巻きついた、ドロップ綺麗に足が揃っています。さあ川田場外、サワリングなのか、ロープに飛んだエルボー推進だ、顔面にヒット。竹内さん、はい、キックもエルボーもさまざまなバリエーションを加えてきますね。まあ、打撃系の攻防の中からですね、まず三沢が2ポイント自分の技を出していきましたね。あ、なるほど、去年の5月1日全日本プロレスが初めて東京ドームに進出するのメインイベントがこの三沢対川田の三冠戦でした。今は亡きジャイアント馬場さんが、これが全日本のベストバウトですと胸を張って送り出したこの対戦です。過去の三冠戦は7回、三沢の5勝、川田の2勝です。
エルボースイシーダーを打って、いやまだ川田はエプロン残している。川田はエプロンに残しているぞ。さあ腕を挟んでタイガードライバーの体勢だ。場外に奈落の勝利を落とそうという三沢、エルボー打った。さあもう一回トライする、三沢がトライする、場外ですが、いや体勢が崩れました。アート投げ捨てた川田。小橋さん、あのエプロンからのタイガードライバーを食らったのは小橋さんが唯一の選手なんですけれども、はい、あれを食らってしまってはもうひとたまりもありませんね。そうですね、あれはきついですね。そうですね、あの瞬間からやはり試合の流れはガラッと変わってしまいます。果敢にもこの試合の立ち上がりからエプロンからのタイガードライバーを狙った三沢、ただそのあたりは川田もしっかりと見ておりました。去年の5月1日の東京ドームが三沢対川田、その時にベルトを奪った川田が、人生で今が一番幸せです、そして次に三沢さんが挑戦するまで王者でいたいと話しておりました。ハイキック、ハイキック、切削に三沢。やはりこの攻防は一瞬たりとも目が離せません。三沢がエルボースイシーダーを打てば、今度は助走をつけた川田が顔面ハイキック。試合のペースが一気に川田に移りました。さあ三沢を、三沢を切削に振りました。ハイキック、ハイキック、三沢が鉄柵の外。2人の三冠戦は6年9ヶ月前、そこから迎えた今日が8回目の2人の三冠戦です。川田にとっては完全復活を遂げたい、何としても立ち上がりたい今日の三冠戦です。さあ川田が三沢をリングの中に戻しました。場外戦で試合のペースを掴んだ川田、勝負タイムが10分を経過しています。ボディースラム、背中を切り上げます。歯を食いしばって耐える三沢。三沢は今シリーズ右の肘を痛めました。エルボーにとって非常に大きな影響のあるその怪我。切り上げた。竹内さん、あの位置から思いっきり蹴り上げましたよ。相当強烈に見えましたね。そうですね、その痛めている肘をものともせずに序盤からエルボーっていう三沢、さあ輝いた。耐える三沢、三沢が耐える。2リフトはあるね。あとスピンキック、肩口にヒットしました。あと拳が入った。あとパンチを振り下ろしています。後頭部にハイキック、あと連発で打った。あー顔面キック、さあ強引にカバーに行きます川田。サードロープです。小橋さん、はい、川田がまたいつにも増して引き迫るものがありますね。そうですね、はい、一つ一つの技のキレ、そして凄みというものがあります。5月1日去年です、東京ドームで川田が勝った時にはパワーボムで勝利しました。そして今年の1月22日大阪大会では、川田のパワーボムを逃げようとした三沢、しかし逃げ切れずに脳天から落下しています。パワーボムで勝敗の分け目を作ってきた川田、まだ今日の試合ではそのパワーボムを見せるという展開はありません。エルボーの切れ味、そして川田のキック力、この時点では川田のキックが上回っています。髪をムンズと掴んでいる川田、さあロープを挟んでのブレーマスターの体勢、あっと三沢がバックに回った、あっと画面キックブロックした画面キック、三沢の額にヒット。もうすでに試合の立ち上がりから何発蹴り上げているのか分かりません。無意識の中で三沢が返します。川田にとっては完全復活がこの試合の大きなテーマ。さあ股からに挟んでいる、抱えるか、
こらえる三沢、両足を掴んでいます三沢。ディショニングは十分です。三沢リバースで返しました。エルボー打った、バックに待って、バックに待って、エルボーでカットする三沢、輝いた、バックドロップ、おっと三沢はまだ膝をついている、ダウンという状態ではありません。エルボーランディング、エルボー両者ダウンです。山下さん、あれだけの高角度のバックドロップを食らっても三沢はエルボーできました、ね、そうですね。やはりこういうところの三沢のスタミナというのは小橋さんから見ても脅威の的じゃないですか。もうその三沢さん、川田さん2人ともそういうスタミナとかね、そういうものは素晴らしいですからね。そうですね、はい、三沢は前回の武道館で小橋さんと43分にも及ぶ三冠戦を演じました。そして川田はこの小橋さんとも時間切れの引き分けを三冠戦でも行っております。はい、引く、引く、あと、あと、あと、乱れ打ち、乱れ打ち、川田のハイキック乱れ打ち、今度は膝が入ります。三沢は完全にサンドバック状態になってますよね。そうですね、また川田がここまで非常に慣れるというのも小林さん、すごいことじゃないですか。そうですね、足がどこから出てくるか分かんないですね。そうなんですね、すごくシャープに蹴りが決まってますよね。そうですね、ごとく蹴りで三沢の流れを断ち切っています。さあ再度パワーボムの体勢に入ります。15分経過のアナウンス、リフト連発で当てる、3連発だ。もう1回、3度目のトライであげるか。三沢はやはりこのパワーボムを警戒しています。捉える三沢、そして一方の川田は徹底的にこのパワーボーにこだわっている。あと左のエルボー、フラフラだ、ランニングエルボー、三沢ランニングエルボー、あの小橋さんとの三冠戦でも見せた両肘のエルボーがこの試合でも出るか、あるいはエメラルドフロージョンの復活もあるのか。試合展開によってはそのエメラルドフロージョンを出すことも十分考えられる。試合前の三沢はそう話しています。抱え上げた、あった、あった、エメラルドフロージョン、あった、川田かわしました。竹内さん、今入ろうとしましたね。いましたね、お互いにやっぱり警戒してますよね。そうですね、場内がどよめいています。ピッチ、あった、掴んだ、掴んだ、さあ距離を取っている三沢、距離を取っている、あった、ローリングエルボーかわした、バックに回った、バックに回った、三沢カット、エルボー、ローリングエルボー、リングの中央カバーに入った三沢、返しました。小橋さん、はい、先ほど三沢はエメラルドフロージョンを出そうとしましたね。そうですね、その形に入りましたね。そうですね、やはりもう早い段階で決めようという意識があるんでしょうか。そうですね、お互いに仕掛けが早いですから。そうですね、はい、バックリバット、ジャーマンがよっと、ゴツンという音がした。立ち上がって、あー、顔面ハイキック、顔面ハイキック、カウンターで入りました。川田の顔面ハイキック、今綺麗に入りましたね。そうです、そうです。三沢立てるか、2度目の防衛は果たしてなるのか。あまりにもクリーンに入ってしまった顔面ハイキック、一方チャレンジャーの川田は最大のチャンス到来。先ほど3回トライしたパワーボムを打つ瞬間が来るのか。ラリアット、ラリアット打った、あと、これはブレンバスターを出して輝いた、輝いた、垂直落下ブレンバスター、垂直、垂直落下のブレンバスターだ。三沢返した、池内さん、これはもう川田の流れですね。ここまでは本当川田の技が重いという感じがしますよね。そうですね、さあこの瞬間がやってきたか。いや、三沢まだ耐える、輝いた、5度目の正直、パワーボム丸め込んだ、川田、三沢返した、隅田のところで三沢返しました。実に5回のトライを果たしたこのパワーボム、ようやく一発を決めることができました。それだけ三沢も警戒しているということです。川田、圧倒的優位に立っております、チャレンジャー。
8月22日、三沢に勝ちながらもそのベルトは返上しました。果たして今宵のマットでそのベルトを束ねて復活なるのか。カワートさあ、カワートカワート誰なのか、カワートまで残った、本当まで残った。さあ顔面ハイキック、竹内さん、あの大阪の再来一瞬大阪を見ました ね、 ね、大阪の時にはあれで脳天を通打しました三沢。しかし今回はなんとかなんとか丸め込みました。小松さん、はい、三沢はもうなんとか返すのが必死ですね。そうですね、今危なかったですね。そうですね、あの8月の大阪の悪夢再びという瞬間でした。さあ2度目のパワーボムなるか。上がった、高く上がった、おっと三沢こらえて、エルボー打った、ハイキック取られて、エルボーエルボーエルボーバックに打った、おっとタイガースーベックの体勢だ、ローリングエルボー後頭部、後頭部リスト、さあタイガースーベックス、タイガースーベックスバックに打った、どうだ、まだ返しました、タイガースープレックスを出しました。三沢奥の手を、奥の手を徐々に出しつつある三沢。放送席、小橋さんとの三冠戦ではタイガースープレックス85、そしてエメラルドフロージョンの復活がありました。おっと場内は一点川田コールだ、あっと顔面にパンチが当たった、エルボー、エルボーが勝った、エルボーが勝りました。顔面が一挙二件にヒット、フラフラです。川田立ち上がった、ランニングエルボー、さあ伊沢丸込んだ、まだ返します、まだ川田返します。しかし先ほど川田の目はカットに開きました。その投手はまだ慣れておりません。伊沢が川田のバックを取ろうとしている。この流れは何だ、リングの中央だ、大きくだ大きくだ、打った川田も曇った表情、あーと残っていると、おーと大きく、あーエルボー、エルボーで倒した。いやしかし凄まじい音のローキック、バックに乗った、ジャーマンスープレックスホールド。川田のローキックは凄まじい音でしたね。そうですね、すごく効きますからね。そうですね、あるいは三沢の動きを止めることができるのか。しかしその三沢が今コーナーを背にして立ち上がっている。あとあとあ、川田が膝から崩れ落ちました。立ち上がることができません。今その足を押さえています。自らヒックを打っていたその右足を押さえている川田。さあタイガードライバー、タイガードライバーの体勢だ。3連発顔面エルボー、あっと川田には力が入っていない。エルボーがパシンパシンと、さあタイガードライバー、タイガードライバー、タイガードライバー91、タイガードライバー91。さあこれで一気に決めるのか、距離を取っている、何が出るんだ。いや川田立ち上がらない、ここでカバーに行った三沢、カウント3、カウント3、三沢2度目の防衛に成功。そして3度目の挑戦で川田を相手に防衛を渡しました。ついに三沢が3度目の正直で川田を破りました。三沢が2度目の防衛に成功。ついにそのエルボーの威力に川田は立ち上がることができませんでした。まず小橋さんにお伺いします、はい、やはりあれだけのエルボーを食らってもう川田はあの時点でほぼ KO だったんでしょうか。そうですね、でもすごいエルボーが入ってましたからね。そうですね、相当そのダメージの蓄積っていうのはありますし。そうですね、はい、そして竹内さん、はい、川田にとってはあまりにも辛い結果になりました。まあ三沢おそらく最後に対角線に走り込むエルボーを狙ってたんでしょうけどもね、はい、その前に完全にもう川田は KO されてましたね。そうでしたね、三沢がその痛めている全くものともせず連発連発、最後もやはりエルボーで試合を決めました。チャンピオン三沢ミスサル2度目の防衛に成功です。川田は立ち上がることができません。
あるいは意識があるのかどうか、そのあたりが非常に心配なところです。2度目の防衛に成功した三沢が今リング上、高々とその3本のベルト、そして勝利者トロフィーを掲げています。第23代三冠チャンピオン三沢、2度目の防衛に成功しました。見事2度目の防衛を果たしました三沢光晴選手にお話を伺います。これだけのファンの方が応援してくれてました。試合終わった今の感想を聞かせてください。本当に、嬉しいとしか言えないですけどね、試合中は本当ね、ファンの方には悪いんですけど、そこまで声は聞こえないですけどね、終わってみて嬉しいです。2度連続川田さんに敗れて、今日の試合は崖っぷちだったと思います。そのあたり三沢さんの気持ちの中ではどうだったんですか？いや、俺自身はそんなね崖っぷちだと思ってなかったんで、別に人間ね、負けることがあれば勝つこともあるし、負けたままでねいるのが一番悪いだけだってね、負けた分を取り返せばいいことですから。大阪での対戦から川田さんの技を研究した後というのも見えたんですが、そのあたりいかがでしたか？そうですね、やっぱり一発もらっちゃうとね、記憶がちょっとなくなっちゃうんで、ちょっときつかったですよね。もう後半はもう考えながらなんてできないんでね、本能の体が動くままに動いてましたけどね。今日の試合は本当にきつかったと思うんですが、若手もまた台頭してきています。このあたり、これからこのベルトを防衛していくという意味で三沢さん、どういうふうにお考えですか？どんどんその気持ちさえあればね、いつでも試合する気持ちは持ってますんでね、もっともっとみんなが頑張ればいいことだって。はい、では最後に今日集まったこの武道館のファンの方に一言お願いします。本当にね、いつもいつもたくさんのファンの方に来ていただいて本当に感謝してるんですけど、これからもね、もっともっと全日本プロレスを面白くしていこうとみんな頑張ってますんで、本当これからもよろしくお願いします。おめでとうございました。三沢光晴選手でした。今勝利者インタビューを受けました三沢です。池内さん、はい、このこれだけの激闘の後とはいえ非常に力強いコメントでしたね。本当これだけ強いチャンピオンになった三沢をですね、これからじゃ誰が脅かしていくのか、はい、これがやっぱり夏から秋にかけての大きなテーマになってきますね。小橋さん、はい、脅かす存在の一番手は小橋さんだと思うんですけれども、いや頑張ります。はい、見事に2度目の防衛を果たしました三沢です。今リングの中央、力強いガッツポーズでその3本のベルトを再び束ねました。99サマーアクションシリーズ最終日本武道館三冠ヘビー級選手権試合は、三沢が強烈なエルボーでチャレンジャーの川野を下し、見事2度目の防衛を果たしました。21分58秒、チャンピオン三沢が2度目の防衛に成功しています。大阪の時に出た垂直に落とすパワーボム、あれ返されましたね。大阪の試合でパワーボムからこう垂直落下、あれを見事に読んで。